武田塾英語科課長、教育系 YouTuber まで載せていただいてありがとうございます。宮崎先生しかいない、みんないないじゃん。もうドライビティ 115R サイト、あ、ここまで書いてある。都市では契約上数学の講師だったらしい。その通りです。高田塾では基礎レベルの授業しかできないことが理由の一つのようではありません。穴が開かないと講座を担当させてくれない。投資のある担当者に腹を立てている様子。ということで始まりました、モリテッチャンネル。さあ今回はですね、再びやってみましょう。投資ウィキに載ってるモリテッの情報チェックしてみた。はい、まさかのですね、ちゃんと更新され続けてますね、私のページ。なんで投資にいないのにちゃんと更新されてる。今週先週ぐらいにも更新されてましたね。更新されてるって聞いたから、ページが、あ、じゃあこの企画やろうと思って先週のどっかで見たと思うんですけど、また変わってました。なんで更新され続けてますので、私ですね、元講師という欄にですね記載されておりますので、そちら読んでいきたいと思います。もうすごい名だたるね先生たちがいらっしゃる中に入れていただきました。ありがとうございます。もう関正夫先生、滝山星郎先生、滝山先生リンクないけど、だって元トップですからね、投資の。永田先生ですよ、ほら、関先生のお師匠さんですよ。そして西先生、福崎先生、太り先生で、僕がいて山中先生、横山和さん、合宿に来てたからか。で、横山正彦先生いて、東進 D スクールっていうの全然知らなかったんだけど、これロバート・ヒルキ先生がいたなんて。ヒルキなんて伸ばす音があるんだろう、なんかスカパーのやつらしいですね、調べたら。各科目の講師について、英語科有名どころが今井先生、安子先生、渡辺先生は全体的に中階層向けの講座が多い。一方で難関志望者に推奨されるのは太り先生、西先生、宮崎先生、久崎先生、森田先生の講座であると。はい、宮崎先生しかいない。あとみんないないじゃん。もうつくづく思いますね、上位ソード先生が辞めてっちゃう。そう、合格実績を上げたいんだったらそこをなんとかしなきゃダメでしょうと思うんだけど、まあそんなの関係ないんですね。ただこの先生方の講座を英語が苦手な段階で受けると消化不良を起こすこともあるので注意。そのため前者3名の講座で英語への苦手意識をなくし、後者4名の講座で難関大レベルまで上げるという生徒も多い。でも後者4名の講座につながる講座がないんだよね。つながってない、そのレベルになるものがない。でそれを作りたいって何度言っても作らせてもらえなかった。しょうがないね、辞めてる先生たちのでつなぐしかないっていうね。福崎先生とか西先生のでつないでいくしかなかったりしますよね。もちろん前者3名の講座にも中階層向けからレベルアップ講座として上位層向けの講座まで、 A 組トップレベルイングリッシュスーパー総合英語、前者3名がとても A 成績がとても上がるというのであれば、こちらのルートで進んでもいいかもしれない。まあノーコメント。で最近は若手の武藤先生が受け持つ講座が増えたが、現状武藤先生の講座も中階層向けの講座が多い。ああそうなんですね。今井先生、安子先生は実用英語よりの発言をしばしばなさる。元講師のところに私が、ね、残ってて、森田哲也先生は河合塾英語科講師、武田塾英語科課長、教育系 YouTuber まで載せていただきありがとうございます。元東進ハイスクール英語科講師、元タダヨベ英語科チーフ、タダヨベまで載せていただきありがとうございます。横浜市出身、慶応義塾大学文学部英米文学専攻、東京大学大学院基礎文化研究専攻、言語基礎応用言語学修士課程修了。ここまで書いていただきありがとうございます。留学もなさった。ヨゼミで浪人経験があり、英語の富田先生、中本先生、西谷先生、古文の吉野先生の元教え子である。トワイスのファン、ここにトワイス。トイック対策書など著書多数。はい、当時には2012年頃から2019年度まで在籍。あ、そうだったんですね。まあそうなるのかな、まあ、とにかくね、よくわかんないんだよね、自分のね、入ったのが微妙な時期に入れられて微妙なポジションにつけられたんだよ。もともとビジネススクールですね、ビジネススクールから入って合宿行って、でそこでこんなに教えられると思ってませんでした、やりませんみたいな感じになりました。で2013年度から19年度まで柏校で行われる正月特訓を担当。ああそうですね、山中先生が抜けた穴を埋めた感じです。まあ確か後にも書いてあったと思います。基本的に当時っていうのは穴が開かないと入れないから。で当時退職後はタダヨベの創設に関わり、まあ関わったのは退職後だったか、まあ、途中からですけどね、もうね。で英語科講師として在籍していたが、2020年10月9日付で辞めた。まあそうなんですね、10月9日だったんですか。ただ授業動画
動画は引き続き YouTube 上に公開している。そうでしょうね、まあ下げることはないと思います。2021年4月には YouTube の寺子屋ゆうてらという授業動画を上げるチャンネルを立ち上げた。 YouTube の書き方がねちょっと違います。 Y と T 大文字ですよ。し本人のみならず他の講師の授業動画も上げている。講師は有名で人気な講師を集めていると思われる。現在はヤンチム英語、ヤンチムひらがなじゃないですか。佐藤幸雄世界史のみ判明、句読点がない。ここそうですね、佐藤幸雄先生有名な先生ですよ本当に。で TOEIC 990.92回、2021年1月8日現在、あ、そうですね、今は93ですね。国連系特英級通訳案内士、トイックスピーキング200点満点、ライティング200点満点、トイックブリッジ全国一、これじゃないと思いますけどね。第1回のトイックブリッジ。で、ティープ400点満点、トフル PBT660、トフル IBT115、R 最高。あ、ここまで書いてあるの ?30L 最高30、S 最高28、W 最高30。トフルジュニア900点満点。トフルジュニアって900点だったんだ。そんなことさえ覚えてない。IL 8.0、AK1 級、ケンブリッジ AK CPE 国際、英検レベル1、エトセトラという安子先生をはるかにしのぐ資格マニア。本人も自分がどのぐらい資格を取ったか把握してないとのこと。あ、私の動画見てくれてるんですかね。ありがとうございます。上級のように英語力か、投資英語かの中でもかなり高い。もう投資英語かじゃないですけどね。指導には偏りがなくオーソドックス。西先生のようにガチガチの公文主義でもなく、宮崎先生のようにガチガチの多読多聴主義でもなく、安越先生、今井先生のようにガチガチの音読主義でもない。なんか不思議ですね。ガチガチの音読って。矛盾語法のように聞こえますけど、オキシモーラのように聞こえますが。バランスの取れた講師よって誰にとっても馴染みやすい英語の指導法と言える。ありがとうございます。また読解作文構文などどの分野もバランスが取れている。また発音にもとてもこだわっている。ありがとうございます。またっていうのが2回、2分連続続いている。新庄工科では東大英語を担当していた。2019年度から映像による東大対策英語も開講。南韓国公立大英語は旧帝大で英語を武器にしたい人向けの両講座でもある。あ、東大英語どうなったんだろう。僕抜けて西さんになって、西さん抜けたから。どうなったんでしょうね。都市では契約上数学の講師だったらしい。その通りです。2018年12月 YouTube チャンネル、あ、ここは YouTube の書き方ってますね。モリテッド English チャンネルを開設。で、開設から1年ほどは鼻だけにマスクをつけていた。鼻マスク1年じゃないですよ。1年間もやってないです。ぜひ調べてください。アツさんとのコラボ動画までです。日本一有名な英語の予備校講師になると宣言し、ネームバリューのある人とコラボをしている。受験生に一番知られてる英語の先生って確か言ってたような気がする。そうだから結構間違ってなんかコメント来る人多いんですね。日本一の予備校講師になるんじゃないんですかみたいな。いや林先生でしょ、日本一は。で、僕はだからテレビとかああいう風に出たくはないので、だって普通の生活できないですからね。そうだからなるべく受験生にだけ知られてるっていうのをやりたいんですよ。なかなか難しいですね。でもね、受験生にだけ知られてるっていうのは。だいたい気づかれはする。もう、電車とかでも気づかれる。こそこそ。あーみたいなね。なんかね、あの、あーみたいな感じで見られるのが嫌。話しかけるんだったら話しかけりゃいいのに。だからそれだけでも嫌なんで、だからもう本当にみんなに知られてるとかっていうのはすごく嫌なんですよ。あんまりなりたくない。だから受験生っていう風に絞ったんです。でもまあ予備校講師も基本的に生授業は引退しますけどね、どちらにしろ。で、どの程度知られてるかとかってね、調査しに行きたいんですけど、ちょっとやっぱ緊急事態宣言が長引いてて、いろんな地域でやりたかったんですけど、ちょっとできてません。ネームバリューのある人とコラボしている。はい。武田塾と契約をしたのもその一環。元東進現代文講師の総先生をお招きしたこともある。あ、そうですね。このコラボの3ヶ月を総先生はただ予備講師になった。そうですね。東進との契約を解消した途端に、東進本部スタッフの不手際と不満を暴露する動画を。さよならのやつですね。はい、当初辞めた理由は仕事を全然もらえなかったからと動画内で発言している。暇なのにお金だけ入ってくる状態に嫌気がさしたようだ。まあそうですね、まあ、あとはもう YouTube 活動ダメっていうのがあったからですね。ただし当初のことを嫌っているわけでは、ね、そう、ここ重要です。皆さん嫌ってると思わないでくださいね。嫌いなのは当初内部の一部の人間のみらしい。そうです、この人たちが当初をダメにしてる。めちゃくちゃいいシステムで、映像授業って効率がいいんだけど、この人たちがいるから講師がどん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 辞めてっちゃうし、優秀な社員たちもどんどん辞めてっちゃう。もったいない。で、その動画公開翌日に YouTube チャンネルに例えばを解説し、無料で授業動画を提供することを発表した。しかし前日のように2020年10月9日に例えばを退職、例えばでは基礎レベルの授業しかできないことが理由の一つのようではありません。ちゃんと、なんていうか分かってる、賢くなくても分かってる視聴者、大人の視聴者たちは分かるんですけども、子供には分からないようです。普通に発信、これだけ発信しても分かんないものは分かんないそうです。退職後も動画は視聴可能。しかし、2020年10月現在、当心で受講可能な森田先生の講座は応用から難関レベルのみなので、当心の森田先生の講座を例えばで代用することは不可能となった。
しかし、タドビ退職後も何らかの方法で授業動画を公開するようなので、今後代用可能な動画が公開される可能性もある。ああ、そうです。ここにユーテラ入れてくれればいいんですけどね。さっきのユーテラと合ってないのか。そっか。切り張りで多分貼ってるから。そうだよね。上の方のユーテラの記述なかったもん、前。皆さん見てください。皆さん見てくれるようになれば、もっと更新頻度上げられますので。まあ、あとはちょっと今は、ゆきお先生の講座優先ですので、エジプト行く前になるべくたくさん、一本でも多く撮影しなきゃいけないんで、ちょっとそこはお待ちください。私のストックの方は待ってください。ちなみに、東進ハイスクール時代の映像2020年現在でも受講することは可能であるが、契約上給与は受け取れないと明かしている。そうですよ。一切。だって買い取りみたいな形になってますから、契約書見れる機会がある方は見てみてください。前予備高校生たちっていうのはですね、教えることを生業としてますから、契約書とか弱いですねで、2020年8月28日自身の東進での担当講座について説明する動画を公開したあ、やりましたね。はい、前代未聞でしょうね、これもね。前日のように講座を立っても森田先生には給与が入らないのにもかかわらず、そうですね、なんか面白いだろうなと思って企画としてやった。あれだから一切それで、はい、お金入りませんので。講座を担当する経緯についてもお話しされているが、前任の方が辞めたからというのが大半で、穴が開かないと講座を担当させてくれない当心のある担当者に腹を立てている様子そういうシステムですか。だから変わらないことがいいことだっていうね、そういうところなんで。なお、このサイトは本人10回済み。そうですね、また見させていただきました。ありがとうございます。あれ乗っけてほしいかな、東進東大英語担当がドラゴン桜の問題解説してみたやつ乗っけてくれないですかね。都合のいい時だけ東進の名前使いやってみたいにね、期待してますけど。いや、東進東大英語担当は事実ですからね、今でも変わりません。辞めても使い続けてるわけじゃないですか、ね、使われ続けているわけですから、まあ、そういうことも話してるんですけどね、全然コメント欄見てもうちゃんと見てないなと思うんですけど、それです、全然変わりませんの。もしだから僕の講座が使われなくなったら言わないです、絶対。東進の東大英語担当ですとは言いませんので。元東進講師だ。僕一筆書いてるんで、ね、他の先生たち一筆も書いてないっつうんで、ね、元東進講師というのは使って OK っていうのに一筆書いてるんで、そこは OK らしいです。はい。といった形でですね。はい。また今回も見てみました。はい、書いてくれてる方、ありがとうございます。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.